こんにちは、あきらです。今回も G モデラーやっていきたいと思います。まず前回もやりました、このポリスターポリゴンのこのポリメッシュ 3D 星型ありますよね。これを出していただいて、そしてエディットボタン押しましょう。すると星がこのように回転しますよね。そして右側のイニシャライズ、こちらを開いてレゾリューション111、そしてこちらのイニシャライズの左上の9キューブ作成しましょう。クリック、こんな感じのキューブできますよね。そしてポリフレーム描画、クリックします。するとこれ6面体ポリゴンが6枚でできている6面体ができました。はい、で今回の動画で実際に何かを作りながら G モデラーをやっていこうということなんですけれども、今回作るもの、部屋を作っていきたいと思います。部屋を一体どんな風に作っていくのかということなんですが、前回もやりました、Qメッシュですとかエッジを足していく、あるいは引いていく、そういった極めてシンプルな機能だけを使ってまず最初スタートしていきたいと思います。そして部屋の中にテーブルとか椅子とか様々な家具を作ったり、窓には窓を穴を開けて窓のフレームを入れたり、そして細かいディテールを作っていったり、そういう工程の中で G モデラーの基本的なところをやっていきたいと思います。さあ、それではスタートしていきましょう。こちらの右上にある顔のアイコンありますよね。これが正面を向くようにまずは見ていただきます。斜めでも全然構いません。このキューブがある程度見えて、前から見えているんだなということが分かればいいかなと思います。そしてブラシから一番下の方にある G モデラー、こちらをクリック。まずはですね、部屋の壁を作っていきたいと思うんですが、部屋を作っていくときに上の面、側面、下の床面全部作ってしまうと、お部屋の中が作ってる最中に見えないので、部屋の壁1つ2つ2面を使って作っていきたいと思います。そしてもちろん床面もないと家具が置けないですから、床面も作りたいと思います。ですので3面ですね。まずは床、そして壁2面という3面を作りたいと思います。このキューブからまずは作っていくということを考えてやっていきます。まずは床面、もう本当にシンプルな感じでね、作れるかなと思うんですね。まずはですね、このイニシャライズが終わった段階でポリメッシュ 3D 化、こちらをクリック。はい、するとこのツールパレットの一番下にこれ PM3D ポリメッシュというのができます。はい、ポリゴン化されたキューブができました。そしてこの移動、こちらにモードを切り替えていただいて、このギズモ出ますよね。このギズモの Y 軸方向、緑の軸ですね、縦軸、この縦軸の中の Y 軸スケール、この黄緑の四角です。これでキューッと潰していきます。はい、もっと潰しましょうか。これぐらいで床面ができました。はい、床面ができてしまいました。では次ですね、これを複製してそのままこう立ててですね、壁を作りたいと思います。サブツールを開いていただいて、この先ほどの床面、ここにありますよね。そしてこれを複製行います。クリックします。クリック。はい、床面が2つできました。そして下のサブツールが選ばれていると思います。この状態でシフトキーを押しながら X 軸方向にこんな風に回転します。そして角度が今表示されておりますけれども、90度回転したところでストップ、こんな感じです。
そして横から見ていただいて、緑のこの矢印 Y 軸方向、今 Y 軸がですね90度回転したので、こんな風に Y 軸が横に向いています。そして今度 Z 軸、青い軸上に上にずらしていきましょう。はい、こんな風に上にずらしました。はい、こんな感じですね。床面と背面、後ろの面ですね、まあ、正面、真正面に見える壁ですよね。そしてさらにこの壁を複製しましょう。複製クリックします。そして今度はこの青い Z 軸回転、こちらもシフトキーを押しながら90度回転させます。こんな感じですね。そしてこのように移動させていきます。はい、そしてこちらの壁にしましょう。正面から見て、はい、左側ですね、正面から見て左側の壁、そして前に出していきます。はい、こんな感じでできました。はい、これだけだと本当にまだ部屋っていう感じはもちろんしないですよね。はい、壁を立てて床面ができました。そしてですね、ではそれらしく早速作っていこうかなと思うんですが、次ドローに切り替えます。ドローに切り替えて、これ部屋のデザイン、内装っていうんですかね、何か資料があってそれを見ながら作るっていうのが皆さんの手元で同じように進めていただく場合はそういった方がいいのかなと思うんですけれども、今回特に具体的な資料というものを見ながら作っていくわけではないので、本当に簡単な手順でですね、窓を作ったり入り口玄関を作ったりということでね、まずはやっていきたいと思います。で、思いつくままに、じゃあソファーを置こうかなと思ったらソファーの資料を探してとか、テーブルを置こうかなと思ったらテーブルの資料を探してという感じで、少しずつ部屋を組み立てていこうかなと思います。はい、まずはですね、エッジを追加していきたいと思います。このエッジのところにカーソルを合わせますと、通常エッジループ挿入というのがスタンダードで選ばれているかなと思うんですね。試しにですね、スペースキーを押していただくとこんな感じです。エッジメニューのエッジアクションの挿入、そして単一エッジループというふうにターゲットが指定されていますよね。はい、まずは窓を作っていきたいと思いますので、窓の高さですね、高さどれぐらいのところに窓を作ろうかなということですが、窓の下、一番下のラインをこの辺にしましょう。そして窓の上のラインはこの辺りにしようかなと思います。よいしょ。はい、そしてですね、横からこう見ていただいて窓を、そうですね、真ん中にドンとちょっと、窓を作るのでもいいし、こちら側にちょっと横に、こちらにしましょうか。こちらに窓をつけたいと思います。はい、こんな感じですね。そしてポリゴンのメニュー、こちらは通常旧メッシュ単一ポリゴンというふうに、初期設定されているかなと思いますね。で、ここで向こう側に押し込んで窓を作ってしまいます。はい、ここに窓を作りたいと思います。そしてこちら側の壁ですね。はい、これ例えば今左側の壁選ばれていますけれども、右側の壁選びたいという時はオプションキーを押していただきながらクリックします。するとサブツールがこう映るんですね。はい、これから編集していくサブツールに関してこう選んでいくことができます。オプションキーを押しながらこの画面上でサブツールを選んでいくことができます。はい、そしてこの玄関を今度は作っていきたいと思うんですが、スペースキーを押して複数エッジループを選びます。そしてドラッグしてこんな風にすると一気にですね、複数のエッジがこんな風にできますよね。でですね、これぐらいで、こんな風に止めていくと
ちょうどこの2列分ぐらいの玄関のところが使えるかなというふうに思うので、こんなふうにエッジをね複数引いた中から自分が使うところの長さというのをこうイメージして作っていくというのが結構、いいのかなというふうに今思って、この複数エッジループでエッジを作っていきます。ただですね、普通にこんなふうに複数エッジループっていうのを初期設定のまま使いますと、この色がこう交互に違いますよね。こんなふうに色が変わってしまうんですね。これポリグループが1本ずつこう違ったポリグループに指定されているんですよね。ですのでコマンド Z で今戻りました。そして複数エッジループなんですけれども、このモディファイヤーズというところで一番下ですね、同一グループ、こちらをクリック。そしてもう一度エッジループ、複数エッジループを作ろうとしますと、こんな感じで、はい、今度は同じ色になったかなと思いますね。もう一度いきましょうと、よいしょ、これぐらい、玄関の幅をねこう見ながらこれぐらいでいきたいと思います。そしてですね、今度は複数ではなくて単一、これで玄関の高さ、このあたりでしょうかね、こんな風にしたいと思います。そして旧メッシュでここ2つをこう穴を開けます。ポンポンとよ、はい、穴が開きました。ここをですね入り口にしたいと思います。そしてこの分割した線というのはちょっと余計だなというふうに思う場合には、オルトキーあるいはオプションキー、 Windows の場合であればオルトキーですかね、 Mac であればオルトキー、オプションキーですね、でエッジループを削除、こんなふうに消していくことができます。はい、これで最小限のポリゴンで、このちょうど真ん中の下の部分に玄関の穴を開けることができましたよね。さらに必要であればエッジループ複数で、こちらもこんな風に例えばしましょう。よいしょ、はい、そしてこちら今 1,2,3,4,5,6 6個に分割しました。そしてこちら側も6個に分割したい場合、ワンクリックポンとすれば同じ幅でこんな風に分割されます。その上でですね、ここをちょっと、このエッジをまたこのように消していきます。はい、こちらも消していきます。ポリゴンがね、隣り合うポリゴンが、ポリゴンのアクションをね行ってしまう場合がありますので、気をつけていただいて、はい、もうちょっとね拡大してこうやっぱり見て作業しないとなかなか、間違ってエッジを足したりですねしてしまいますね。よいしょ、よ、よいしょ、はい、こんな感じです。そしてここも今度は単一エッジループでこんな風にしましょうかね。この玄関部分のところにちょっとフレーム作ってあげたいなと思うんですよね。でこんな風にここを旧メッシュでこんな風に盛り上げていって、はい、こんなフレーム作ってあげたいと思います。でこの内側に後から作ったドアをはめ込んでいく、そんな風に考えています。はい、あとはですね、例えばこの段階で壁にさらにディテールを作っていくとすると、例えばですねエッジループこんな風に部屋のこの横のところ、ここをこんな風にちょっと盛り上げてあげることで、柱の部分っていうのをですねこんな風に作ってあげることもできますよね。部屋のですねこんな感じでデコレーションさらに進めていくっていうことなんですけれども、まず家を作っていくときもそうですよね。最初は柱を立てたり窓の位置とか玄関の位置とかっていうところにこう構造の大きな
太い柱みたいなものを立てていきますよね。そういった形でこの壁の中にまずは大きくこの辺に柱をつけようかなとかですね、そういうことを考えながら今進めております。はい、こんな感じですね。はい、で窓のところも仕切るためにですね、多少こういった窓枠、窓の、フレームというんですかね、そういったものがあってもいいのかなと思いますね。よいしょ、はい、こんな感じでちょっとだけ厚みを持たせて旧メッシュ、こんな風に、はい、これで窓枠がここにもできました。はい、こんな感じですね。それでは今度は何かこの部屋の中に物を置きたいなと思います。何を置いていこうかなというところなんですが、まずこの窓辺のところにソファーを置きたいなと思います。ではソファーを作っていきます。今度はサブツールのこのパレットのアペンドクリックして、先ほど一番最初に作ったポリメッシュ 3D のキューブ、ポリゴンが6枚で構成されているキューブをクリックして、この部屋の中に、はい、アペンドしました。そしたらクリックしていただいて、ちょっと大きいので小さくしていただきます。そして上の方に上げていって、さらに小さくして、こんな感じなんですけれども、これをですね、ソファーに変えていきたいと思います。まずは正面から見てソファーの横幅、まずは X 軸に拡大していきます。だいたいそうですね、この玄関の幅ぐらいはあるんでしょうかね。これぐらいで作っていきたいと思います。また必要に応じて後ほどスケールもね、こんな風に拡大縮小もできるので、まずは形だけ作っていきたいと思いますが、もう一度 G モデラーいきます。そしてまたエッジループですね、エッジループでこう線を引っ張っていくんですが、均等に分割したいので複数エッジループを選びました。そしてこうドドドドドッと割るんですけれども、ちょうどですね、肘掛けの厚みというのを今意識して分割しております。左右に肘掛けを作りたいなと思うんですけれども、だいたいその幅をですね、考えながら、これぐらいでしょうかね、左右のですね厚み、これぐらいです。はい、ちょっと伸びてしまいましたね。これぐらいにしたいと思います。そして今度は横からちょっと見えるようにしまして、背もたれの部分の厚みというのを考えたいんですが、先ほどの、肘掛けの厚みをちょっと想像しながらこう、はい、分割して、だいたいそうですね、これぐらいでいきたいと思います。はい、こんな風に分割ができました。そしてですね、座面の高さということなので、どっか1本ですね線を引きたいなと思います。横にねエッジを引きたいと思うんですが、1本だけでいいので単一エッジループ、そして座面の高さどれぐらいがいいかなというところですけれども、そうですね、真ん中よりちょっと下にしておきたいと思います。はい、こんな感じです。そしてですね、いらないエッジは消していきます。はい、こんな風にですね、真ん中のエッジは全然いらないので消していきました。そして横から見た時でも、背もたれの位置が分かればいいので、それ以外のエッジは消していきます。そして旧メッシュでこの真ん中、ここをこんな風に穴を開けたいと思うんですが、なかなかこううまく1回ではいかないなと、なんか斜めになっちゃうなとか、前のこのポリゴンだけ残って下まで貫通してしまうとか、こういうことになりますので、これ何が
どうしたらいけるのかというところですけれども、上の面のところですね、これを削っていくときに旧メッシュ使っていくわけなんですけれども、一番下のモディファイアーズというところのこの吸着というところがあります。これ吸着なしというところ、選択肢が3つあって、通常吸着、低吸着、吸着なし、ね、これで吸着なしを選んでいただいてからギューッと下に下げていきます。こう下げていって、ちょっとね長くドラッグできる必要がありますね。ぐーっと下げていきます。はい、で下までぐーっとこう下げていくと、こんな形で、はい、できるかと思います。こうですね、はい、こんな形になります。そしてですね、肘掛けの位置も調整するということで、これぐらいにしましょうか。だいたい半分ぐらいにして、そしてもう一度ポリゴン、ここを削ります。よいしょ、ここも削ります。はい、ちょっとこう横に長い、ソファーという感じで作ることができました。これもですね、移動で、窓辺に置きたいなと思いますが、まあ、部屋の真ん中でもねいいかなと思うんですが、後から調整したいと思います。こんな風にして、まずはちょっと横に避けておきましょう。配置はまた後ほど考えていくとして、そしてちょっと大きくして、はい、ちょっと横にググッと来ていただいて、これぐらいでどうでしょうかね。はい、こんな風にソファーを置きました。今回ですね、エッジループを足したり、あるいは旧メッシュで、ポリゴンを足したり引いたりということで、本当にシンプルなことだけでこういったお部屋の最初の基本的なところができていきましたので、次回もまたどんどんですね、中さまざまなものを作りながら G モデラーのいろいろな機能を使っていきたいと思います。ただ G モデラーは本当に奥が深くていろいろできるので、あまり一気にねいろいろなことを進めると複雑になってしまうかなと思いますので、ゆっくりいきたいと思います。はい、こんな風にパースで表示していただくとお部屋っぽい感じが出てきましたよね。はい、次回からも作り進めたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。では